ラケットインプレッションです。お願いします。ご協力いただきます。じゃあどうぞ先輩。はい、クレイルインダーテニスの村松です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。クレイルインダーテニスの杉原です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ウィルソン道場です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ラケットインプレということで、はい、まあ、あるモデルの後継機種なんですけども、はい、先手いただいたご意見をもとに最終形態が決まりまして、これ昨日届いた、はい、昨日の夜張り上げ、はい、横山バリで横山さん、横山さんバリなんですね、はい、今日はこの完成形を、まあ、何と比較とかではなくて打っていただいて、どういうラケットかっていうところをぜひ教えていただければなと思います。はい、で、まあ、一つだけ言えるとするならば、まあ、まあ、競技モデル系ではあるんですけども、今までのモデルよりもパワーもコントロールもフィーリングも、スピンも全て数値上向上させるというところで、ブレイダーの覚醒というキャッチコピーでやってきたんですけれども、まあ、それが叶ってるかどうかというところを見ていただければなと思いまして、まあ、いわゆる、しなりと安定性と、そして今度は縦しないということまでいろんな計算を、そういうことです。そこのフレックスなんかもこういろいろ調整をして、先ほど言いましたパワー、コントロール、フィーリング、スピン、すべてを向上させたというモデルになっている、はい、という情報で、はい、そこまでの、ここまでです。はい、デザインはこれまだ真っ黒な、デザインはまだカラーリング乗せてない状態になります。ダブラックコスメの状態、はいはい、まあ、これ、はい、一応前のあのイベントの時にも打たせていただいているので、まあ、実際行ったおそらく2回目という形になるんです。そうですね。その時もまあ A と B と打ち比べで、はい、もう今日ちょっと打つの楽しみだったんですけど、はい、なんとなくあの時の印象だと個人的に僕がいいなと思ってた B の方っぽいなっていう雰囲気はちょっとありつつの、はいはい、だと思います。どちらかは僕は分かってないですし、うん、正確なグローバル全部集計してという形なので、はいはい、言えないですけども、はい、だと思います。多分僕がいいって言った方とかって言っていただいてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その時にもちょっとね、いろいろ話し合って、はい、まあ、あの時は上田さんに聞いていただいて、ね、はい、あの B の汗がっていう、そうそうそうですね、汗かいてましたね。 B じゃないっていうあの汗がすごかったっていうところで、はい、まあ、ボールがやっぱり B の方がいってたっていうのもあって、今回もちゃんと打たせてもらって、すごいこうしっかりボールにこう力が伝わる感じ、はい、あとはこう掴む感じのがあって、押してこうボールが伸びてる感じがしっかりでも分かる、自分でも分かるし、あ、ちゃんとボールも行ってくれるなっていうところと、あとはこうなんて言ってな、回転がこうしなるとかホールドするっていうって引っかかる感じではないんですけど、ちゃんと回転もかかる、ね、弾道を上げやたいとか、はい、っていうところのこういう自分のこう意思を反映させやすい感じがしっかりしているので、これは個人的にはこうとても好きなラケットになりそうだなっていう、ちょっと発売がちょっと待ち遠しいイメージになるかな。飛んでるボールが全て語ると思います、はい、これ打った時に自分が思ってるよりもちょっとボールが行ってくれる、でもちゃんと抑えられるっていう感じがあるところがすごいいいなと思います。前作よりも癖がなくなってる感じはね。そうですね。前作、はい、うん、はい、です。前作よりも球が行ってるんじゃないかなって思うぐらいしっかりとボール扱いやすくなったかな、うん、扱いやすくなって、パワーはちゃんとこうプラスオンされてる感じがあるんで、うん、一言で言うと、もう覚醒ですね。はあ、はい、本当にその覚醒だと思います。覚醒します。さて、その通りだと思います。本当に今まであったちょっと、あ、こうだったらいいなっていうところをちゃんとこう表現してくれて、プラスオン。ちょっと笑いすぎ。もう覚醒してますからね。僕はもう覚醒し終わったんで、一人覚醒してないやつがこうちょっとなんて言おうかっていう心配してるんですけど、ちょっとどうアドバイスを。そういうこともあります。ありますよね。はい、カドマはまだ覚醒できないみたいな。なので、これは僕の中では、あ、なるほど、覚醒ねって言われた時に、あ、うん、こういう風に覚醒したのねっていうのが分かるかなと思います。なので、まあ、前作っていうこともありましたけども、本当に今ブレーダーの覚醒っていうことでやってまして、はい、今までのイメージからしたら使えなかったっていう方にもぜひ使ってもらいたい、うん、で今使ってる方にはさらに覚醒でもうワンステージ上にいただくと、うん、上がるという、はい、本当そういった形をちゃんとイメージして使ってもらいたいなと思います。覚醒しない人はもうご自身のラケットでいいの。先に振っときましたね、今。安全地帯作っときました、ね、セーフティゾーンです。大丈夫です。はい、良かったです。はい、良かったです。はい、はい、セーフティゾーンあります。大丈夫です。もう本当正直言うと、はい、
まあ、確かにその今木塚さんが言ったようにあのしっかりパワーはちゃんとあの乗るんですけど、まあ、必要以上に飛んでいってしまう。結構ボールが膨らみやすく、僕が振った時思ったより回転がちょっとかかりにくかった時がかかりにくい、はい、かかりにくかった時があって、で、まあ、その分やっぱりかかりにくいので、まあ、もう思いっきり回転だけってやっちゃうと今度は前に飛ばなかったりっていうことがあったので、うん、まあまあ多分いつもが、ウルトラツアーの JP じゃないですか、はいはい、はこのラケットほどこの縦はないはずなんですよ、はい、しなりというのは、はいはい、であれはどちらかというとしならずにヘッドが走ることによって、はい、生むスピンと、はい、まあタイプが違うのでそこは多分今おっしゃる通りだと思います。はい、はい、まあそれをもう本当素直にただはい、いや全然大丈夫すいません好みではなかったというちょっと覚醒しきれなかった大丈夫です。村松さんの右パンチです。今日たまたま左パンチびっくりしました。お願いします。先輩お願いします。覚醒した感じ。俺が見そうを見せてやるぐらいスーパーサイヤ人的な感じ慣れそうでしたね。プレーター、プレータープレーターの覚醒というところで、まあ、何のラケットかまあ分からないんですけど、正直クラッシュの次にこう僕の中ではこれはちょっと苦手なラケットじゃないかなと僕の中では予想してるんですけど、打ってみたらですね、これはもう今ちょっとこちらに私が使ってるいつものラケットがあるんですけど、ちょっと変わってしまうんじゃないのかなっていうような感じが、これはもういつもひどいこと言ってるから今日は違うあのいいこと言おうって言ってるわけじゃなくて、ちょっとこれは僕の中でこれあるぞっていうところのなんかすごい上目線ですけど、はい、ちょっと打球が覚醒してました、はい、もううねってたんでちょっとなんかですね、最初杉原コーチになんかウルトラツアーとあんまり変わりませんみたいなことを言われて、ラケットちょっとあのちょっとチェンジしたと言われたんで、こいつまたわけわかんないこと言いやがってと思ったんですけど、振った感じのそのラケットのヘッドの出方とかが正直本当にウルトラツアーと僕の中でちょっとなんとなくですけどトップの方に重さが来てくれてるような感じがしたイメージがあったので、振ってった時になんかそこまで前はこうなんだろうな、こっちの下の方にバランスを感じることが多かったんですけど、僕の予想してるラケットではなんですけど、そういうのが全くなくて振りやすかった、中ではすごい打ちやすかったですね。多分打球を見てもらうそうですね、こんだけ振ってちゃんとボールに力が伝わるっていうのが久しくなかった気がするんで、表情が違います、ね、はい、打った時気持ちよかったです。あとなんかクリアな感じが、打感がクリアな感じがするんですよ、ね、はい、なんですか、そんな僕がこんなこと言っても真実味がないですけど、だから雑味がないというか、なんかこう本当に綺麗にこうスパーンって飛んでくれてるよ、はい、まあ、当たり損なったら結構まあもちろん手にはきますけど、なのでしっかり捉えた時の打感っていうのは僕の中でなんか今まで打った中で一番なんか綺麗に飛んでくれるかなっていうような印象があったと思います。ちょっとびっくりして本当に何も私話してないんですけど、はいはい、素材がちょっとそういう、はい、カーボンの編み方変えて全体のことをやった後にさらに細部にわたってフィーリングを良くするポイントがいくつか実はあったんですね、うん、本当いくつもあるんですけど、はい、それが多分伝わってるのかな、うん、クリアな打球感ってまさしくそうだと。これが少ないように感じます。やっぱりその覚醒の一つのポイントだと思うんですけど、 横ブレっていうんですか、面ブレです、面ブレです、ね、はい、股つきがもうないないという感じ、非常にかつしなる、そうですね、はい、しなりが含めて久しぶりになんか楽しいトーク、いやそうです、ね、はい、ありがとうございます。僕も打ってて楽しかったですいつも別に苦痛じゃないですぜひ これがラケット出た時にもぜひ、そうですね、ダブルスをしてリベンジしたいと思います。ちゃんと伝えておきます。はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今回お二人は初もうこれ、そうですね、やっていただいて、はい、ほぼほぼ情報がない状態ですね、はい、最後で、まあ、すごい珍しく、そうですね、いい、はい、めちゃくちゃ打ちやすかったです。はい、何がいいって言われても、もう打ちやすかったな。それがすごい素直で一番、3ヶ月ぶりに寝れますで、まあ次はちょっとこうパワーの部分がすごい出たのかなと思うんですけど、はい、これはこれで逆に、はい、いろんな意味でこう覚醒されたのかなっていうふうなプレーとして取れることもできるのかなと思うんですよね、はい、
逆にこれだけパワーがあるよと、あとじゃあ多分もし今後使うお話になった場合にはこれをどうに抑えていくっていう話をすれば、そのパワーがあって抑えられるっていうなれば一番ベストだと思いますし、まあ前作をこうイメージしてちょっと使ったりとかしちゃう我々もいますけど、そうするとなんとなくこう前作でも抑えが効くというか暴れないというか、でもしっかりとこう力は伝わるっていう、本当にこう欲しかった部分がしっかりと実現されているのかなっていうのがちょっと個人的な意見でもありつつ、非常に今後の発売してからもそうです、皆さんのこれ使った時の感想とかもぜひ聞いてみたいなと思う楽しみな一品だと思います。全ての97、8スクエアインチぐらいを使っているプレイヤーの方、全ての方に使っているという気持ちです。まだちょっと、まあ、いろいろと、はいはい、いろいろと、はい、ちょっといろいろやってはいるんですけど、もう少し時間をいただく形になってまして、はい、非常にこの動画を見ていただいている方はね、何なんだ、どういうことなんだっていうのと非常に気になる方多いと思うんですけど、はい、この情報に関しても徐々に公開となっていきますので、続報をお楽しみにということで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。